雪が待っております。富士スピードウェイからお届けします。2月9日にですね、スバルの方で、ドライバーの発表があったんですけども、今年はですねガズーレーシングではなく、スバルチームから、ニュルブルクリンクの24時間レースに参戦することが決まりました。そして、ディーラーメカニックの、皆さんとも、顔合わせが終わってですね、いよいよ NBR チャレンジが、始動になります。非常に1年目ということで、AWD に乗ることもほぼ初めてに近いですし、なかなかチャレンジングな、ニュルブルクリンク24時間レースになるんじゃないかなと思いますが、カルロ選手、そしてティム選手、そして山内選手とともに、4人力を合わせて、王者奪還を目指して頑張っていきたいと思いますので、ぜひとも応援の方をよろしくお願いいたします。